チバニャン USA 版って感じ。二人ともどうしたの？ケイタ君、ビッグニュースですよ。何を騒ぎをやろ。とびっきりの大ニュースでウィス。すごいにゃん、楽しみだにゃん。それじゃ全然わかんないよ、ちゃんと教えてよ。なんとですね、実はこの街にサーカスが来るにゃん。ちょっと、あー、私が言おうと思ってたのに。サーカス？すごい、俺見たことないよ。私も小さい頃に一回ぐらい見ただけかな、多分。第4章、遺跡に眠る大パーツ。え、ってか遺跡に行くの？マック、サーカスが来るって話知ってる？当たり前だろ、とっくに知ってるさ。もうすっかり親友並みじゃないか。なんてったってサーカスだぜ。シシシ、ワクワクするな。いつ来るんだろう。もうサーカスさんのテントはできてるらしいぜ。ほんと？ってことはもう来とんや。あ、気になるだろ？これから見に行かないか？行く行く、どこにあるの？ノースビスタ地区のでっかい広場さ。そんなとこあったっけ？そうと決まれば急がねえとな。俺は先に行ってるぜ。いつもせっかちやな、一緒に行こうや。あ、ちょっと待ってよ。置いてかれた。サーカスのテントを見に行こう。よし、サーカスのテントを。え、なに？どこって言った？サウスモンド地区？あれ？サウスモンド地区あっちじゃね？あ、でもどっちからでも行けるかも。あれ？お？ねえねえ、なんかあっこさ、あれ妖怪のマーク？またあれかな？ウォンテッド。この辺。ウォンテッド妖怪見つかるかな？お？あれ？お、こいつらあれじゃない？あれ？KK ブラザーズだ。ねえ、ですよね。やっと着いたと思ったら、全然都会じゃなかったぞら。オラたちの行きたかった場所と全然違うぞら。ここはどこぞらか？歩いて移動できる範囲だよ。この間と同じ街でウィス。どんだけだ。もしかして行き先を間違えて伝えちゃったのかな？姉ちゃん、どうするぞら？なんて伝えたんやろ。とりあえずまたヒッチハイクするぞら。頑張るな。泊まってもらえるの？お、ユウたち何してるみゃう？誰？トムニャン。かわいいけども。おお、泊まってくれたぞら。そいつが泊まったから何なの？でも車じゃないぞらよ、兄ちゃん。オラたち KK ブラザーズだぞら。ヒッチハイクしてるぞら。トムッチャー、トムニャンみゃう。USA 生まれの猫妖怪だみゃう。ジバニャン USA 版って感じ。ヒッチハイクなら任せるみゃう。コツを教えてやるみゃう。みゃうみゃう。コツなんてあるんだ。これなら安心できそうだね。そうそう、ヒッチハイクといえば、言えばみゃ。知らない人の車に乗るわけなんだけどみゃ。普段は知り合うことができないような人と仲良くなれるのもいいところだみゃう。目的地に着くまでの間、いろいろ喋ればコミュニケーション能力も身につくみゃう。せやけど、なにわのおっちゃんが言うには、いろいろ苦労もあるらしいみゃうから、なぜ急に。美味しいものが食べたいとかの理由で、軽く始めたら後悔するみゃうよ。そうそう、美味しいものといえばみゃ。トムッチには大好きな食べ物があるのみゃ。こいつめっちゃ喋るな。その名も、デリシャスティックって言って、とっても美味しいお菓子なんでみゃう。スーパーで売りよったね、そういえば。大型でサクサクした食感がとても魅力的で、何本あってもペロッと食べれちゃうみゃう。そうそう、魅力的で思い出してみゃう。何屋のおっちゃんから聞いた話では。ちょっと待ってください。全然関係ない話が始まっちゃいましたよ。結構冒頭からね。しかもこれ絶対長くなりやったウィス。めんどくさいパターンですよ。まさかまた妖怪の仕業。ケイタ君、一旦サーチしてみましょう。お、もしや長花か。ほら、何屋のおっちゃん。話が長いイコール長花どっかへおるやろ。え、もしや。え、もしや長花もおらんのにあんな。お、ほらやっぱりおる。なにわのおっちゃん、こんなとこまで来た。妖怪を見つけた。お久しぶり。
あかん、見つかったモーター、見つかったモーター。なんや、邪魔するってんならワイトバトルしいや。じゃあバトルさせてもらうよ。ウィスパー、今度は何？なになに、吉本新喜劇始まる？知ってますよ、知ってますとも。そう、こいつは長花、話を長くしちゃう妖怪でウィス。そうそう、話が長いといえばな、女の人ってよくおしゃべりしとるやろ。あれ、ワイが取り付いてるわけじゃないで。よく勘違いされて困ってるんやけどな。もちろんワイが取り付いてる時もあるんやけど、全部じゃないねんで。女の人はもともと話長いけんね、何時間でも話せるよ。むしろどっちが長く喋り続けられるか勝負したら、まさかのワイの負けやったわ。すげえな、女の人。そいで負けちゃおられんと思って USA に修行に来てみたわけなんやけどな。これがもうこっちの女の人もすごくてな、取り付く前からおしゃべりが長すぎて全然修行ならへんねん。そうそう、修行といえば何話のおっちゃんから。だから長いんですってば。でも本当、外国の人の方がさ、めっちゃなんかフランクに話すよね。こいつが取り付いてたからトミニャの話が長かったんだね。困ったずら。これじゃあヒッチハイクのコツ教えてもらえないずらね。ケイタくん、ここはバトルで倒してしまいましょう。そうそう、バトルって言えばな、ワイはバトルをするときは全力で行くんやで。きっとみんなそうだよ。おいし、バトルスタート。なんでこんな森の中なの？さっき街中におったはずなんやけど。ね、急激になんか後ろの絵がめっちゃ森の中って感じなんやけど、場所間違えてない？さあ行け、ペラペラメラメラ。こんな場所でそんな技を使ったらもう森が焼けてしまうよ。よし、チャージ完了。お、いいねくれた、ありがとう。あれかな、あの3匹のうちの誰かかな。あんまり聞いてないな。よし、お、やったね、勝利。でもそこの弾集めれんかったやん、せっかく動かしたのに。てかトムニャン、トムニャンいいね。てか長鼻が取り付いてるけんよくキャラがわからんかったんやけど、もともとああいうキャラじゃないよね。お、これで長話は終わったはず。はっ、こんなことしてる場合じゃなかったみゃう。トムッチもう行くみゃう、 See you みゃう。行っちゃったよ。結局あの妖怪は何だったんですかね。さあ、危うく何時間も無駄な長話を聞くところだったずら。助けてくれてどうもありがとうずら。かわいい、動きがかわいい。お、止まった。よかったね、二人とも。またどこかで会うずら。また会うんだろうか。で、また同じ町におったら笑うけどね。今度は大丈夫だと思う？いやー、大丈夫じゃないと思うでウィス。だよね。あの二人だもの。いや、あの二人のことよく知らんけどさ。でもなんかキャラ的に確実に、コマさんとコマジローやろ？やったらやっぱり、大丈夫じゃないよね。お、すげえ、ここステーキ屋さんなんや。いいね、いいね。んで、サウスモンド地区。ここは、あ、びっくりした。髪の毛ピンクなんかと思った。帽子それ。ノースベスタ地区の船着き場に大きなフェリーが止まってるのよ。おじいさんが生きているうちに一緒に乗ってみたかったわね。なんかちょっと切ない話を聞いてしまった。よし、ちょっと遠回りしてしまったけど、サウスモンド地区に来たよ。んで、ここはないね、信号。何かしら広場、広い広場があるらしいんやけど、そんな場所あったっけ？今まで見たことない場所かな。あ、こっち渡ってったらいかんやん。信号変えたけど、あっち渡ってってダメやねん。また戻っていくとかやったら、イーストカシュー地区？あれ？あ、サウスモンドじゃないんか、ノースピスタ地区か。ってことは、この先を、はっ、てや、か、信号、よし。一
キー。もうすぐ？なんかああいう、なんていう、裏路地に入っていく場所って、お、宝箱あるじゃん。ミニ経験値玉を手に入れた。イエーイ。これ結構マップのギリギリの場所なんやね。あ、あそこや。なんかいっぱい人おる。めっちゃおるやん人。あ、そっかそっか、入り口におるんやっけ。お、ピエロおる。お、やっと来たく消えた。サーカス団ももう来てるんだね。ほらな。おい、近くで見てみようぜ。行こう行こう。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。